よーし。じゃあ始めようか。ああ、歴戦人講師の宮口聡と申しますわ。な。ちょっと一人でやっちゃうもんじゃけ。マスク取っていいかの。ね。ワクチンも2回打っとるから。ね。許してくれよ。うん。はい。じゃあ今日はね、あの、何の話題かっちゅうと、上級等連で実力を維持していく学習法っちゅうことですわ。で。 えー、そのテーマでもって、えー、私レックス専任講師の宮口がお送りいたしますから、えー、一つよろしゅうお頼申し上げますはいさあそれではですねまずあのー、ちょっとねせっかくこれレジュメを作ってきたもんだから、えー、読んでいいですか受験者の皆さん合格85合目の原則っていうの知ってますか はい、そんなのね知るわけねえわな俺が勝手に編み出したんだからね、はい、富士山の頂上が目指すべきゴールだとしましょう富士山の絵でも描きましょうかこんな感じですかね、はい、そうね要領のいい人であればね8合目の原則あ8合目付近8合目付近って、まあ、この辺だよおいその辺でね合格してしまうんですよ という原則です容量のいい人であればその8合目付近で受かってしまうという原則なんですね。だからよ、例えばえ変な話、入門講座だけ受けてあ、1年で受かる人いるじゃん。ね。それはまあ結局上級トーと受けなくて受かってるということになるわね。じゃないや、上級トーって必要ないじゃん。 いや、そういうことで、えー、話すわけじゃないんですよ。ね。そうしたら上級トレ皆さん、受けなくていいですよ。で終わっちゃいますやん。なあそれじゃ話にならんとですわ。えー、つまり合格するためには必ずしも上級者たる実力を要しないってことですわ。なおさら上級トレいらんちゅうことですよ、俺。そんなことはないんですよ。ああはい。ところが実際にはね、この原則に当てはまらず、 不本意ながらにして、上級者になる方が多いわけですよ。ここが味噌ですね。不本意ながらにして。ああ。だから受験生の中にはほら、実力者と言われる人いるでしょ、結果。ね実力あるのになぜか受からんみたいなね。そうなんです。実はよ、八合目を超えると不思議なことになかなか受からないんですよ。 ああ、ねはい、真の上級者とはフルスペックでトーンを書くと相当すごいことになるが、あ時間と流れバランスを凍るしいわばね、デチューンバージョンの無難,を無難なトーンを書くことができる実力を有する人を言う。そうこれ結局いいこと言ってるよね。じゃあ黄色で塗るわ、キーレンジャーで。いいこと言っちゃうけ。ね真の合格者っていうのはね、あのー、 ほら時間と流れバランスをコールしいわばデチューンバージョンの無難な答案を書くことができる実力を有する人のことを言いますもっとねもっと探偵に言いましょうかノーアルタコは爪を隠すっていうことですよえー、本気を出さないんですね皆さん知ってます本気で戦わないということです手を抜いて戦うとねうん分かったはい。 で逆にこれはだめですね、だめだから青か紫で塗ったほうがいいと思うんですけどね、ちょっと今日俺青ペン持ってき、青蛍光ペン持ってきてないから青ペンにし上級者のつもりの人はね、知識をひけらかそうとするあまり、流れバランスが崩壊し、かえって採点者の心証を害し、芳しくない結果に終わると。え、そうなんですよ。 ね、これがまああの何、ー、ていうか衛生上級者ですからなうん、うん、はいで落ちる人のね、まあ、原因その1ですけどはい出題範囲があらかじめ分かってる答案これには強いんですよええ今日は国内予選権出るぞっつってね、うん、そう,いう予告しとったらねもうがぜんやる気も切るし出来もいいと、うん、ところよ本試験のように 無限定のシチュエーションになると弱いと。ねえ。ああ。でこれはやっぱり当連と本試験の違いですわな。当連はほらもうねえ範囲が決まってたりするからね。でも本試験は範囲が決まっとらんわな。無限定だわな。ええー。そうですよほら。予備校の当連は出題範囲をねあらかじめ設定してるものが多く。ああ。 そ無限定のものはねあ,あほとんどないんじゃないですかどうですああしたがってその辺はほらな出題範囲無限定の青でぬとおりか無限定の上級者向けの答練つまり上級答練これをやっぱり受けていく必要があるんですよで分、ね、かったほら出題範囲無限定の 上級者向けの党ねもっと端的に言うよ上級党ね受けてくれっつってんすよええー、じゃあ請求原因その2はいええー、圧倒されてしまうとなるほどこら別の言い方をするとよ本番に弱えっちゅうことやなそういう人も多いやろ結構本番に弱い人ねうん、えー、誰もが認めるような実力者がですね 講述試験とかで落ちたりすることあるんですよこれと同じようにね当連でトップを走ってるような人がね、当連でもいつも優秀な成績を収める人がねあ論文本試験でね落ちることは珍しくないんですよこれを打破するためには同言すればいいかというとねあのー、まあ、本当は現場に来て当連を受けるのは効果的ですよ本当はね ああ特に通信の方で、えー、あ,のあれあんまり効果が上がってないという人はねまあ本当はあは現場に運んだほうがいいです足を、うん、ちなみに私もね片道3時間かけて通り受けに行ってましたね、うん、でもほらあの本番で物のじするタイプのしタイプじゃねえ人も、まあ、通信でも全然平気やし今ねあのあれですよ皆さん やむをえないですよコロナのご時世ですから、えーまあ、コロナ禍にあるから無理して来いと言えないんですよ、今。そうでしょ無理して来てよ、よ、あのー、当然受けてコロナになった暁にはよ俺もあの顔向けでけへんからねだから今はもう無理して来るなと言いようがないんだよ。なだから皆さん、各自に自分の置かれた環境をね やっぱりそのなんていうかな緊張感の通信で受けてるでしょうね、まあ、なかなか現場で受けられないから今ね上級トレーも基本的には通信ですからあのそうだねじっくりと腰を据えて九十、まあ、分上級トレー90分だからじっくりと腰を据えて、ね、あの受けられる環境これを見出してほしいんですよ作,で作ってほしいということです。 えー、具体的にはねまああの、まあ、私が受験生の頃を思い出すとですね今なかなかねそういうご時世じゃないから古き沖時代だったらね俺の頃は昔はよくあのファミレスとかですね喫茶店とかね長居しても怒られなかったんですよ俺が受験生の頃まあ具体的に言うと20年以上前ですけどね。 うんあれガストやったかなどこやったか忘れたけどね結構長時間粘ってましたようんそれでやっぱ分かるんですよねそれでもなんかあのい心地悪いなとそれはやっぱりあの周りの目がありりますよね周りの目があんまり長時間いるとね変なやつと思われますからねまあ元々変なやつですけどまあねえー まあ、とりあえずあの、なんか分かるんですよ、長居してるとね、ちょっとこれははよ出て行ってくれというあの雰囲気というか、光線を、ね、こう受けてるなみたいなね、そういう時は俺はどうするかというとね、すかさずです、ね、注文するんですよ、ね、品物、あのメニューくださいって,ってね、注文する、そしたらあの店側もです、ね、おお、こいつはいい客やな、乗客やな、まあ、いてもいいだろうと。 ここういういとになるわけですよ。ね、ええー、えまあだからまあ皆さんもねあの乗客になりたければ、ね、いっぱいあの注文することですこれがねコツですよ皆さんねあの乗客になれば自分の言いたいことも言えるようになるわけだからねだから乗客でもないのにこう自分の主意見主張ばかり言う人もがいますよねそれはいわゆる単なるですね そのまあ、クレーマーマと言いますかね、うん、だから自分の言いたいことを言,い言える立場になるためにはい、まあ、っぱいもうやっぱりこう申し込むだから俺もレストランとかでねあの文句を言わせないためにいっぱい注文しましたねええー、それがやっぱポイントじゃないですかいやちょっと待ってくださいそういうことを言いたいガイダンスやねえんだよ今日はねええー、要するに本番に強くなるためには その本番に強くなるための答練を受けなさいとねだからね要はねまあちょっとここに書いてないことを言うけどねあのほらあ例えばその喧嘩の相手で弱いやつと喧嘩してもねしょうがないわけですよそうでしょよくあの世の中のまあ犯罪でね その弱,いもの弱い立場にある人をやっつけてこう逮捕される人いるじゃないですかまあそれはその最悪ですからねええー、まああの世の中の逆にこう強い超強えねもうなんて言うんでしょうかもう本当にねまず喧嘩しても負けるだろうこいつにはみたいなのにこうチャレンジしてやっつける分にはいいかもしれませんけどねそれだったらまだあの救いようがあるというかよ まあ,ある意味内心よくやったぞって言ってくれる人もいるかもしれないよな、うん、まあだからねあのはそういういことですよ皆さんね言っとくけど下級登壇低級下級な登壇ばっかり受けてよそれで良き成績を収めてもね全然意味がねえちゅうてよもっと端的に言おうか下級登壇で合格点を取るぐらいなら上級登壇で悪い点数を取った方がよっぽど価値があるということを言いたいんですよ うん、そうでれはそ,そうですよ自分の弱い相手といくら喧嘩してもね全然強くなれないということなんですよ、ね、弱い者いじめじゃんそれはただにただ単に弱い者いじめでしょ、うん、だからまあなんかねこうね、まあ、強い者に立ち向かう権力に立ち向かうとはね、まあ、やっぱりそういうそのもうなんていうかね負けてもともとなんだけど 頑張るぞみたいなね世の中の歴史を見てるとそうじゃないですかやっぱりもう鼻からダメだと思うんじゃなくて頑張るそういう人たちの動きがあって今のそういう歴史の上に立って今があるとそういうことをね忘れてはなりません。やっぱり勇気を持って戦った人たちのおかげで今現在があるということをねあの肝に銘じてほしいんですよ。 じゃあ次ねはい余計なことをね書いてしまいがちであるとね俺も今ほらちょっと余計なことを一見言ってるようですよねでもね全てはつながるんですよね上級者は合格に必要な知識を言っていますがねあかえってそれが裏面出ることはよくあるんですよあ自分の得意分野の問題が出たりするとここぞとばかりにたくさん書くでしょ ね、でもね結果的に聞いてもないことをあの書いてしまっていることが多いと、ねうんね、それはね「真の上級者」じゃないんですよさっきも言ったじゃん「真の上級者」っていうのはね「うん、あの真の上級者」って俺何色で塗ったっけあーキーレンジャー、ね、カレーの好きなキーレンジャーですわええー とは言えないわけですよ真の権利者っていうのはねあのあ真の上級者っていうのはねやっぱあのノンアルタカは爪を隠すっていう感じの人だよねうんそうですよ、ね、でもあの余計なことを書く人はね問題文をよく読んで、ね、あのこれ重要問題文をよく読み考える時間を増やしてください、ね、そうすればね 答案を書く時間がね必然的に狭あのー、あれ答案を書く時間が必然的に少なくなりますよねでもねあれなんですよほら理由付け余計なことを書かずに済むのでええー、だからねかえってあの良い点が取れるようになるとですよええー、なるとぜよって感じですよねああじゃあ次にはなあー まあ上級トレン結構ね考えさせる問題が多いですよちょっとサンプル見てみましょうかこれ過去の上級トレンスはいい問題出してますよねこれ見てくださいほら素材もいいですよこれディーゼルえハイブリッドエンジンですよ俺ほら車が好きだからねどうしてもあもこういう事案になってしまうんだけどハイブリッドエンジンねえー、もう有名ですわねもうトヨタのプリウスが草分け的な存在でしょうでディーゼルエンジン B ね あディーゼルといえば何だろうね G350D とかね、えー、スカイアクティブテクノロジーに採用されてますわね、えー、ディーゼルエンジントルクもねパワフルあそうだよほら A と B を組み合わせてすごいよね A と B とのダンスじゃないですけど、えー、ハイブリッドエンジンディーゼルと。 ね、ウィン・ディーゼルじゃありませんよワイルド・スピードでおなじみの、ね、ディーゼル・ハイブリッドですわ、ね、うんすごいよねハイブリッドはもともとほら燃費が良くてよあのゼロエミッションを目指すエンジンだわなでディーゼルエンジン環境に悪いんだよもともと、ね、NOX を排出しますからねでも今ねクリーン・ディーゼルっつってさもうかなりねあのクリーンな その技術なんですよでしかも高,高トルクを出せるということでねもうレーシングのシーンにおいても採用されてるぐらいのエンジンなんですよ。ええー、そうなんですよ。あのー、まあアルピナっていうメーカーがあるんだけどねそのアルピナでもあのねアルピナ D3 オ、えーラッドっていうねあの車も出してるぐらいですよ。ええー。 まあだからディーゼルもねもう今すごいとスポーツカーといっても過言じゃないですよねっ、まあ、先生そういう話はどうでもいいです確かにちょっと車になるとどうしてもね熱く語っちゃうんだよねええー、で結構ねあの難しいですこれ要するに難しいんですよでちょっとテーマを見ましょうかまあねこれの解説講座ではねえから今やってるのはねほら論点だけ見てもね い,やあのいい論点聞いてますよね、ほら、均等論とかね、間接侵害とか、損害賠償請求、ねえー、R3 のね、意証法でも出ますけどねで、100人以上、これ、算定方法ですよね、あの損害額の、これ、カスの推定だわな。で、聞いてる、あ,あそうそう、で、今の問題ね、結構難しいですよ、これ、ああそれを分かりやすく、表にまとめてね。 皆さんがこう一覧表示的にこう分かるように、ね、工夫してるわけですよ。ほらハイブリッドエンジンディーゼルエンジンディーゼル C ディーゼル D、ね。ああそういうことよこう、ね。表も分かりやすいでしょ。ね、それで答案構成もばっちりだしね。うんでほら聞いてる判例がなんとねこれペン型中射器事件なんですよ、ねあの。卓球の握り方のペンホルダーじゃありませんからね。 ペン型注射器事件ですわ。で、これはね、なかなか聞いたことないでしょ。まさにあれですよ。まさにボールスプライン軸受け事件よりもハイレベルな判例なんですよ。これペン型注射器事件というのはね、これね、あ、そうそう、ボールスプラインはこれ有名でしょ。うん、これも知らんかったらね、もぐりですわえ。ペン型注射器事件というのはね、これね、関節侵害と均等論をダブルで適用したっていうね、すごい判例なんですよ。 ここういういととろを出すと、ね、なかなか憎い演出ですわね。あそうでしょであとあのそうですねあの損害賠償の事案なもんだからねまああのそうね主張立証すべき事項としてねオツが特許権者であったこと塀がオツの特許権を侵害したことこれあれか間接侵害の事案なんだね。 なるほど濃い過失まあこれは過失の推定が適用されますわなうんであの損害を被ったことやね、うん、であのー、これほらまあ各、えー、規定によってどんぐらいの金額になるかっていうね102兆がやっぱ一番高えわなあ121個か2番目が2個だね6000万かああそうで3個は何4500万 あーそうこれあのあれになっとるなあのー、ほら改正後の R1 改正後の条文になっちゃううんしかもよ答案ちょっと見てみりゃわかるんやけどよねこれすごいほら EX アンテッとか出てくるよほらもう上級者だよねああ EX アンテとかか出てきますから何だと思いますよこれうーん EX ポストとかね EX 安定とか出てきますよ EX 安定が出てくるってことは EX ポストも出てくるんじゃねえのどうだちょっと待ってくれよ大丈夫かなああ出てきたほら EX ポストほら 上級でしょうに皆さん知らんやろこういうねえハイレベルなことも教わるよ EX 安定 EX ポストこれ実はねちゃんとね青本に書いてあったようんだからねあのまあ俺が編み出したんじゃないからちゃんと青本に書いてんだよらね ここういういとを学べる普通の授業じゃ EX 安定 EX ポストってそうなんだろうねえうんそのぐらいハイレベルよでハイレベルもんだからよなもちろん攻めのとはねよくありがちな左上から右下までぎっしりやなギフェリだねうんでそれに対してよちょっと現実的なところでよな守りの問案中のがかあってよほら守りの問案も用意したからこれはね ギフェリーじゃねえだろほらスカスカカ、ね、最後の1ページ分ぐらいスカスカやで。うん。あの、現実的だわな。ええー。そういうことよ。だからね、まあ、上級党連ってやっぱりこう過去問ベースの問題もあ,ありますが、こういうふうにね、結構斬新な問題を私がこう作ってね、えー、今あのご時世を考慮したような、今の法律を考慮した。 そういうねまあ問題に取り組むことで、えー、要するに練習は厳しく試合は甘くっていうねそういう考え方に私も基づいてるんですよだからスポーツも一緒日頃からねやはり厳しい訓練をあ厳しい訓練に耐えうる力、うん、これがやっぱりね求められてますよ今、うん。ね。 はいそうですねそれであとはそうで結構ほらこの吹き出し部分も詳しいでしょほらね当答案のほら左にこう注釈みたいのいっぱいあるでしょこれもうほんと詳しいですよね皆さんがその理解できるようなアシスト体制がね十分にそのなされておると十分に施されておるわけですよねえ 出題とともちゃんと書いてるしねそれからその、まあ、解説、まあ、回答とは別にこう解説みたいなねそれぞれの設問レベルでのね出題の意図みたいなのを書いてるしねでさらにはあの判例チェックねほらおなじみボールスプライン軸受け事件だねこれもう知らんとダメやわなであとほらあの上級者向けの今回ほらペン型注射器事件ね均等論と間接侵害ダブル適用した。 これね、あのー、実は弁理試験にはあまり出やんないけどあ,のあれによく出るんですよ特定侵害訴訟代理業務試験に、うん弁試験になってから受けるやつね本んよく出るよ嘘なしやからああねそういうところもやるし、うん、でさらにはよね基本書チェックもやってるしほらね青本ベースでねえ 令和元年改正と無関係なは省略するああ名号なるからね、うん、でほら青本も投げんだよ、あのー、なかなかねでかったるいから一言で言ったらどうなんだみたいなねそういうところもね抜かりないよね完結バージョンそういうのも買いちょるとしかもそのほらあのー、損害額のね計算について図示しながらこうやってねあ,あ あの、そういう説明もつけてるし、ケース1ケースに。ケース3。ケース4ね。ほら詳しいやろ。図をつけて説明してんだよ損害額のだからよ。1回あたりのこのあの知識量がね。半端じゃないですよ。うん、だからね。あの答練答練の問題だけ解説するじゃなくて。その。 周辺的なところもこう固められるところが魅力です。これ見てくださいほら、しかも担当でも似たような問題が出ると、ほら、損害額の算定に関してね、ほら、これあれですよ。実際出た問題ですよ。ほら、担当でしょ。そうでしょう。担当の問題まで扱ってるんですよ。ね。だって上級当連を受けている人の中には、まあね、担当を受ける人もいるかもしれない。もしかしたら。 受けない人もやっぱりこういうね問題を通じてあの応用力を高めておく必要があるとすごいのもうもう27ページまで来てますよねうんそれであのねベーソナル過去問平成24年の通だよっつってね復習用の問題も提供してるね担当だけなしにちゃんと論文もこれそうなんですよねあの なんだペン型注射器事件を出したかと思ったんだけど俺結局ね出チューンしてるんですよ俺便利試験ではねちょっとこう甘やかしちゃってますねうんまあいい問題です復習の素材として均等論と間接侵害ね学べますからうん学べで学ぶみたいなねうんはいであの29ページは何かというとこれ配点基準ですよね でちょっとね、私の配点基準を一応言っときますとね70点方式です、えー、レックのようにあの100点方式はありませんああどういうことかというとあの、まあ、結局100点なんだけど30点は新焦点ということでバッファーゾーンにしてます70点ですだからだからもう70を超えたらもう神の領域だと思ってください、えー、まず超えませんから70点以上はも神の領域ですよええー だからまずそこまでいける人はいないから、うん、60点で十分ですからねまあもっと言うと54点以上でも受かるからね、うん、まあそんなところええー、あと俺が言ってないところは、うん、ちょっと待ってね今請求原因の何までいったっけ3までいったかじゃあ,あと4と5ねはい文字が読みにくいとこあのコメントされるし ことが多い人はね点数は良いが字が読みやすいですとかあ読みにくいとかねもっと丁寧に書いてくれとかねああなどのコメントがされる方は要注意ね予備校のトーはね、はね採点講師側に採点する丁寧に採点する義務があるので読みにくい文字で書かれていてもよほどのことがないかよりきちんと採点しますよしかしね 本試験も果たしててについはは定かではありません受験生を安心させるためにね「あのいやあのそんなの関係ねえよ」っつってね「そんなの関係ねえ」っつってねあの安心させるために言われることもあるかもしれませんまことしやかに。でもね私の経験則上ですけど、ね、あの文字の読みやすい人はねやっぱ短期で受かってるんですよ。 これ本当ですよ皆さんの周りの友達もそうじゃないですか字の読みやすい受験生はね短期で受かってますよ、えー、それでね字の読みづらい人はね受からないか、うん、受かっても長期戦略です、うん、長期戦を強いられますねたその運よくあんまりそういうのを気にしない人に当たれば受かるんじゃないですか、うん、したがって読みやすい文字で確認こしうとっとありません、うん で普段ね読みにくい文字で書かれていてもスピードを落とせばそうそうスピードを落とせばね読みやすい字が書けるはずですよ。でももちろんねあの書ける分量少なくなるんですがえ遅くすれば。でもねこれが言いたいんですよ余計なことを書かずにね済むという大きなメリットあるんですね。いま一度自分のとはね振り返ってくださいよ。 でしょうもないよくミスをするとしょうもねもう自分でも自己嫌悪になるぐらいのねちょっと紫で飲みますよもう自己嫌悪に陥るぐらいの話やから問題の読み違いとはねまあこんなのはないけどね受験番号未記入とか用紙選択ミス未完成とはねもう重大ミスですよこれうんで日頃はこういうミスをしないっていう人でも本番はねいつもと状況は異なるわけですからほら うんうん、何が起こるか分からないということを前提にですね、えー、そういった意味でも本試験と同じレベルの冷や汗かけよこれあ撲滅できるんだけど日汗かくよあの上級党練はね本当ねあの今の本試験みたいになんか一見何聞いてるか,か分からないような問題が出るやろ。 それ対策にはうってつきですわ、ね、過去もあの理想と現実とか受けてればいいんだから、ね、過去も理想と現実論文・過去問対策25年分ってやつをね、まあ、これも俺がやってるやつやけどであの新作問題にも強くならないかんねやからそうだろ新作問題っていうのはまあ初見の問題やな過去問どんずばりが出たらそれは当然欠けてしかるべきなんだから以上気がついた点について述べてきましたが 上級者のつもりの人ああ知識は十分なはずですよ。ええ。知識は十分なはずですから、ああ上級の点に、えー、注意すれば合格を勝ち取ることができるのです、はい。ということで、論文上級トーレンを通じて、真の王者になりましょう。ね。真の王者というか、真の上級者か。ね。 ええー、そうですよキング・オブ・知財になりましょうよええー、素言骨ですわねまあ上級とはまとめるよ結局やっぱりあの同じことはあの同じことの繰り返しはできるのは当たり前なんだな同じことを繰り返せばねやっぱりその礎に立ってまあ新作問題初見の問題にも強くなるね 難しい問題を冷や汗かきながら書く訓練をすることによって本番に強い力をつけるね我々の弁理士の仕事やはりこの初見の問題みたいな事案が多いわけですからそれをどう両立していくかということについてはまさにこの上級陶連を通じて鍛えていくことができるつまり受験突破ならず将来の,その皆さんが弁理士に 業務において立ちはだかるであろう高い壁これを乗り越える力もつけさせるということが言えると思いますね。これはもう皆さんと私の戦いなんですよ私も戦いです皆さんに挑むわけですこれでもかこれでもかっていう問題をね、提供していくわけですからね。で、皆さんがその俺が高い壁を用意してもそれを皆さんが乗り越えてくれれば俺はそれはもう願ったり叶ったりですよ 高い壁を用意します。低い壁は用意しません。ね。それは皆さんのためになりませんから。ええ。その辺が上級当年の担う役割だと私は思います。ええ。まあそんなもんでよろしいでしょうか。ね。ええ。まあ上級当年、本当ね、私はもう一押しだなというふうに思います。ああ。いいですかはい。 じゃあこの辺で終わわりますわもうあれだよねある意味この動画を聞いてる人はお得だよねこの上級トレンこれ去年かおととしのバージョンなんだろうけどもう1回分ねもうおまけでついてるようなもんだからちょっとあのディーゼルハイブリッドのもんでもちょっと取り組んでみてよこれ本ほんといい問題だから出るかもしれないよいずれうんね ここまで、ね、特別サービス戦でもよかったんだよね、レジュメもなんと29ページぐらいありますよ。うわーじゃあ終わりますわね、もう皆さんもあの疲れてきたでしょうから、ね、私もちょっとアルコール消毒しますから、ね、紙、うん、までアルコール消毒されちゃったね、ほらこれで。 先生、それ始まる前にやるべきだったんじゃないですか。そうですね、今やってもあんまり意味ないと思うんですけどね。じゃあ、しょうがないからマスクもアルコール消毒しますわ、ほら。いいですか、マスクもたっぷりアルコールかけて、ね、これでも俺もバッチリ、コロナ対策バッチリだね、マスクもアルコール消毒した。OK! <laughs> ちょっとアルコールがきつすぎたわ。あー ちょっとこれ、裏面出ましたね。じゃあ、この辺で終わります。はい。じゃあ、2 0え2 0 2年向けの、えー、上級陶連であ、実力を維持していく学習法、学習法ということで、えー、レック人講師のあ宮口聡氏がお送りいたしました。